グイン王が棺に旅立った時、黒騎士たちは王を追い、再び起こった火に焼かれた。以来彼らは灰となり、ロードランをさまよい続けている。その手にはデーモンを狩るための武器が握られていた。ドラングレイグには黒騎士たちの姿はなく、彼らの不装はとある森に隠されている。どのような経緯で伝わったのかは不明である。キャラクターメイキングです。黒騎士の不装は必要能力値が高めで、特に技量26が要求されてますので、出場は技量高めな剣士で、筋力17と進行9はなんとかする思いと地位の品々を懐に忍ばせて始まるストーリー。あ、美味しかったです。多いお茶っぽい味したけど、マデューラの光、なんとなく引き寄せられるっていうの分かるな。なんとなく来てるから。あ、ミドタン、ジョースケ後半リーゼントバカにされるシーンがなかったって。このヘアスタイルがサザエさんみてえだと。確かになかったな。水筒ありがとう。ナランチャがプチャラティ行くよ、俺も行く、行くんだよって泳いできた時泣いたって。わかる、ナランチャいいよな。てか最初の印象マジ悪かったけど、プチャラティのチーム最高じゃないか。ジョジョシリーズ最高だよな。今さら気がついた。なんで今まで気がつかなかった。とある誰かの骨5個。仲間とは楽しく、その他には厳しく。それでいいのさ。皆に礼儀正しくすることはとても立派なことだ。しかし弱そうと思われた瞬間に態度を変えたり、つけ込んでくるやつで世の中溢れている。経験あるだろ。そんなやつらに気を使うより仲間に気を使っているんだ。本当に大切なのは何か彼らはよく知っている。そしてジェルドライ式が大切なことを僕はよく知っている。あとさ、窓が開いててそこから入れるっていうことを僕は知っている。黒騎士の服装なんですが、うつろな影の森の鉄の宝箱の中に収めてあります。で、そこに行くために懐かしい香木が必要なんですが、今回はシャラゴアさんからニャンコリング買って、それでどうにかしようかと。緑化草という山菜を取ってと。全力で行けば間に合うんで。グッバイ。とりあえず強化はすぐにできるように、メレンティラからレニガッツの鍵はいただいておく。ニャンコリングの財源はもちろんあの方からいただきます。竜騎兵と羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、羊が5匹、羊が6匹、羊が7匹で、これが眠りに落ちる感覚です。この数え方だと寝れなそう。この体勢いまいち良くないな。おっ、いや押し切る、スタミナない。何、スタブのチャンス、やばい、うん、やられたんだけど。は、落ちたの、これ。どうなった、やつ落ちたよな。あった、あの聖女もどき何がしたいんだ。コンコンキーツね、じゃなく猫ね。じゃあシャラゴアさんからニャンコリングいただきます。13,400 ソウル、高いんだよな。竜騎兵の資産を砕きます。まず生命力を8ぐらいに上げようかな。で、残りを技量に振っとく。装備取ってニャンコリングだけつけます。この辺りでこうで、ロングジャンプが出れば勝ち。ナイス。装備はね、外した方が OK です。で、ステータス的に8まで生命力上げたんだけど、上げなくてもよかったかもしんない。で、ここにあるのが光るくさび石2個と懐かしい香木。黒騎士の服装は光るくさび石強化なんで、あれも美味しい。最近熱いよね、バンフォルトさん。そのソーダアイスうまそう。もうね、石化のロザベナでいいと思うんだ。さあ、レバーを引いたらこの辺をくるくる回って敵の攻撃をかわしつつ、さあ来いよ、みんな来いよ。お、うまくいった。こうすれば骸骨なくても切り抜けられると。人から奪う、これがギャングの生き方。じゃあ分岐路からは霧方面行きます。ボーンファイアリとして、それでは行きますか。まずはここだね。ここまずジャンピングで、逆側こっちにジャンプで、この鉄の宝箱の中身が今回使う黒騎士の不装で、取ったら戻れないんだけど、こっち側空いてるんで、ここをジャンプで、こんな感じで戻ってくると。遠い遠い過去、今は名も伝わらぬ光の王に仕えた騎士たちの不装、その身を火に焼かれ灰と化した後も、彼らはなお強大な力を持ち、巡礼たちの試練となった。
早速使いたいんですけど、要求ステータスが高くてもうちょっとソウル稼ぎ必要っすね。なのでショートソードにまだ頑張ってもらいます。せっかく来たんで光るくさびし回収しますかね。光るくさびし、ここの火炎壺美味しいな。メレンティアから買わなくても良くなるじゃん。霧方面戻りまして、緑化の指輪プラス1ね、来てる。うわ、喪失者マジでっていう時のための紅の縁立て、よし。ただダメージはいかほどか、きっついよね。これかなりきついと見たが、うわ、よし。いやー、雫石がなくなっていく。なんだろうこれ、パリ狙ってんのかな。よし、体験パリを狙ってるんだろうか。ふう、いや一回死んだ方が良かったような気がする。結構雫石使ったけど、まあソウル美味しいからね。赤い涙は僕によく似合う赤目だしね。おわしもらった。スタブで置き攻めでジョキジョキ切っていけばいいと。しっかり処理をして、光るくさびし2つ、技量を必要能力値の26まで上げます。喪失さんソウルうまいよな。筋力17だけど12まで上げれば両手持ちいける。で進行が9ということは3、4、あと7レベル上げればいいのか。石タイル2、3番目のところを小股開きで下を向いてバーン。いいね、うつろな影の森さんの火炎壺。ここで呪縛者を倒す。まあいつも通りやれば多分勝てると思うが、適用が低いぞ、そこだけ注意。でカウンターで突き入れていこうかなと。102か。あー R1 の方がいいかもしんないな。 R1 連打の方が良さそう。え、何、ひるんだ、ひるんだの。呪縛者ひるむのか。またひるんぞ。よし、終わりだ。ソウルうまし。やばいやばいやばい、なんか狙われてる。ボロボロな時に襲うの卑怯ですよ。呪縛者のソウルも使っちゃおう。3万ソウルうまし。で技量はもう間に合ってんだよね。で筋力をこれは上げられるな。17まで上げて進行を9いける。じゃあどうしよう。適用に振っとくか一応。あ、今上がんないか。じゃあ時給にしとこ。片手 R1 が2段目が月か。片手 R2 両手 R1 両手 R2 くるんくるん、ロリ R1 ジャンプも月っていう感じで、属性は斬撃と使突になってますね。で使突が出しづらいんだけど、盾を構えてるとこう月連続する感じで使突になる。ただちょっと遅いな。カウンターの一つは、いや遅いな。いけんのかなこれ。ま、今は装備できただけでもこの嬉しさをかみしめて。そうだった、光るくさびしがあるから強化もできる。鍵を開けた、お礼のショート棒ね。その辺で拾ったソウル、死した者から力を得て自分を強くする。まあ自然界の断りよな。強化します。プラ1プラ2までいける。今回ニャンコリング持ってるんで、クズ底の光るくさびしも取れる。水辺では炎の力は弱まりますが、刃の指輪も装備してる。もちろん一撃粉砕コップね。ここでしょう、こんな感じ。光るくさびしゲット、香木ももらっとこ。ついでに進めとく。やっぱ松明持ってない方が飛びやすいな。切り抜けまして、うん、 R2 強いね。毒矢20本、 R1 が2発か。っていうかこれ最適のヒットがあるんだよね。この刃の部分が当たるとダメージがでかい、で柄の部分だとダメージが低くなるみたいな。ブーンからの懐かしい香木、あまりぎび。黒警告、もう腐れやっちゃうこの時点で。ま、強化はしますけど、プラス3と。ガリ来た、ガリ。かがり火線がいける。おお、いいね、このヒットが嬉しい。いやでもちょっと弾かれるな、ちょっとずれないとダメだな。このリーチをうまし、いける。もう一発って思った時が一番危ない。ここ OK っていうか、
強いな。さすがプラス3。このまま腐れを倒すことができると思うが、ガリーのソウルが入ったんで好注いただきます。すでに506の火力が出ている。まあ炎の属性火力も乗っているとはいえ強いような気がする。よく考えたら腐れを倒すと好注が高くなってしまう。やっぱり巨人倒してくるか。ヨーペイト、あなたの獲物は長いな。香ばしく香る粘液、今回は濡れない。アグレッシブジャンプ、ぴったり。最後の巨人行きましょう。最適ヒットを狙ってね。ヤバシ、すごいいいダメージ。そりゃね、呪縛者からもらった刃の指輪もつけているからな。かわいそうになってきた。でこっからが大変。そう、この方の方がやばい。いや、サクサク音が、いい音がしている。空を切る音が、あれがやばいんだよな。呪縛者はいないんだろうけど、あー、霧もなくなってる感じか。なるほどね。ちょっとね、一個欲しいのがあって、ここなんですけど、ガーディアン系の意識ね。ガーディアンシールド。これが物理カット 100% で、盾を構えながら、一つ攻撃ができるんだけど、これでカウンターは難しいかな。遅いよね。忘れてた。ボンファイアリット。光柱。それと、ドンギン。今回、黄金松屋には使えないので、光柱だけ。毒を直し、雫石を砕いて、森の子ビクターを無視して、腐れ、行きましょう。腐れなんですけど、このね、139。柄の部分だと、ダメージが出ないっぽいんですよね。この刃の部分を当てるとダメージがでかい。そう、最適ヒットっていうのがあるみたいなんで、そこを狙って、ほら698、めちゃめちゃ強い。ちょっと距離感が分かんないな。密着しすぎず、こんな感じか。280、ちょっと距離感分かんないっす。どうする。ここ R2 でしょ。あー、これ結構柄の部分だとダメージ出ないね。ほら600出てる、最適だと。でできればこの手の部分に当てたいんだけど、当てづらいっす。280、だいぶ違うな。まあ一発ずついきます。あ、本体でもいいね。本体にしようか。一発ずつ確実に。ここチャンス、ここ2発でしょ。いい感じ。ブワン、そしてバン。これね、この距離感が分かんない。 R2。 おー、いいね。終わりだ。ちょっと距離感が分かんないっすね。難しい。ただ当たればすごく強い。腐れのダメージじゃないや、弱点は雷なんですけど、プロ騎士の不走は炎ダメージなのに、いい火力出してたでしょ。腐れのソウル使っちゃお。25000ソウル。技量補正が B なんで、技量を上げるべきだろうね。全開に上げると529、筋力は519、進行は519。あー、やっぱ技量だな。火力十分なんで、適応を10ぐらい上げて、持久を上げて、そして技量に振って、進行もちょっと上げたいんだよな。進行ちょっと上げて、まだ上がる。ここは適応、いや、技量でまず火力を上げよう。35、よし、こうしよう。で次に向かうのがナジカなんですよ。ナジカは炎に弱い。この黒騎士の不走がよく刺さるはず。その前にタークさんをやる。多分タークさんも効くでしょう。ほらこれやばいね。 R1 からの R2、 めっちゃ効く。心なしか倒れるのが早かったような気がする。2匹目の竜の指輪、なぜか行きましょう。これは期待ができる。まずは一撃を与えて、ダーンと出てきたところで、まずは R1 最適ね。最適を狙いつつ、尻尾が来たら R2。 思ったよりうまくいってない。多分これ最適じゃないんだな。おそらく最適でやればいいダメージを与えられる。ひるむ。あー、これまずい。
一発 R2 を入れといて、よけろ、もう一発 OK で尻尾の方に行きつつ、やばいっす、まさかの苦戦、来たチャンス、ほらあと一発終わり、なんとうまく当てられない、難しいもんだな。最適で当たればむちゃくちゃいい火力なんだけど、当てるの難しいっす。ま、勝利のナジカソウルは甲虫3ついただきます。高えんだよいつも思うけど。今プラス3でしょ、で光るくさびしがない、次プラ4だから4つ、最大強化で5つ、あと9個か。ちょっと試したいんだけど、こいつには炎がよく通じるんで倒しやすい。そしてビクターが来る、ここでこうやって、あで、お地蔵さんを安全に壊して、世界一安全に落ちた。でここが焦らず落ちないのでゆっくりと降りていく。巨人いつもさ宝箱側から撃ってるでしょ、別にさ、あ間違った、別にさこの入り口からでもいいんじゃないって思った。234で毒になる、一旦交代。ロックは暗闇でしづらいんで、まあある程度近寄ってね、まあ多少リスクはあるだろうか、まあっちでも同じだと思うけど。で逃げてきて、この辺り来れば巨人戻っていきますんで、もう虫の息だな。くらえ R2 終わりだ、こっちの方が簡単かも。竜の爪ね、なぜか忘れている、あそこにあるこんなもんかな、これ邪眼の指輪、大切なんで忘れないようにしないと。腐れ前のお地蔵さんは壊すべきだったかもね。宝の都をサルブは、まずここね、よばし、ボンファイアリットの先手必勝、うわっ、やっぱ慎重に行かないとダメですね、ご利用しは危険。はいはい、うん、最適かな、最適で当てれば2発、最適ね、歯の部分、光るくさびし5個ね、1、やっぱ、じゃあこっちかな、2、3、ここね、まあこっちは串刺しですよ、生き残った、な、やべやべ、あー無駄なことした、やっちまった、全部くるった。どっちだ、右側、ほらね、光るくさびし3つ、もう余分に取ったから、虫にはよく効く、あやばいっす、これやばいやばいやばい、フリンして帰宅、火力は583、ここにフリンをつけますと633、あらミドタン足ブラブラ、可愛いのね、今まで使ってこなかったんだけど、ここでも邪眼の指輪使えばよくねってね、甲虫だけ使って行きましょう、さまよい術師たち。まずは真ん中割りで、ここ行け最適、どうだ、まず一体、よし今のうちに OK、 あいつさえ倒してしまえばもうこっちのものだ、あとはくるくる回りながら倒していけ、あやばいっす、ナイス、ちょっと攻撃で止められちゃったが、その間にっていうか倒した、なんだこれは、めちゃめちゃ強いじゃないか、強いじゃないか、くるくる回ってたら倒しちゃった。クロムウェルはここね、ここ、うん、黒騎士の武装か、いや違うんす、黒騎士の武装です、ん、だから黒騎士の武装か、いや黒騎士の武装です、クロムウェルさんで、これがかがり火の探求者、火をつけます、走り抜けます、これが僕の青春です。ガッシャーンからの毒矢15本、フェイデア戦行きましょう。まあ松明持ってればまずは一安心、あとはねこれ当たるか問題、当たんねー、でちょっと思い出してほしいんだけど、2発目ね、2発目、12、これ2発目が1つだっていうことを思い出してほしい、なので2発目、これ1つが当てやすいと思うんだ、
多分大丈夫。スタミナ今ないんで一旦回復させますか。どうでしょう。ほらいい感じ。このまま倒していきたいところ。 OK、 これ頭取れるな。で逆側行って、おーっとっとっと、死んじゃう死んじゃう。ビームか。これ際で待って終わったら R1 R1、 こんな感じ。これね、2発目が1つ、こういう時使えるよね。レベルアップするのをぐっとこらえて、フレイディアのソウルは光柱3ついただきます。で節約するためにフレイディアは光柱使わないでやろう。次は狩猟の森行きます。橋が降りてくるまでの間、ここ緑化槽補充しとこ。痛いっすね。最近人見知りのレイさんに助けてもらってたんで、今回やろうかなと思って。ほらほら、いいダメージ。でちょっと相打ちになってるな。はい、回復タイムね、お互いに。でどうしようか。ローリング、ローリング、いやそっち行かないもんな。かわしてここだ、 R2。 ほら追撃。前にローリングしたお前の負けだ。その時死は決まっているな。あクレイトンよ、見えますでしょうか、この凝った装飾が。ダクソ2の武器って装飾が凝ってるんだよな。まあ他のシリーズも凝ってると思いますけど。で誘い骸骨を買っておきます。特にねダクソ2気合入ってると思うんだよな。ジャガンをつけまして、でサルバさんの干からびたね、ちょっとずつ HP を回復する。食べまして、甲虫はね控えていこうかと。節約です。そしてスケルトン、お前にはよく炎が通る。一発で仕留める予定。あ、R2 2発。とりあえず倒すか。最適。あれ ?R1 の方が良くない?っていう感じがするんですが。これ全部倒したかな?倒したということで、そういう予定で骸骨を投げる。さあ、集まっていけ。よし。まずはここでエントリー。ほら、いい感じ。はい、骸骨。で、くるんくるん。いいね。もう一発いっとく?はい。このリーチを。で、はい。骸骨投げて。さあ、集まるがよろしい。ほら。車輪に引かれてしまった。車輪最初に倒しまして。まあ、骸骨使っちゃうか。はい、くるんと回って終了。闇には、人には、いや人の像には、いや人間性には炎がよく通る。たまりの谷、一本強化だとスムーズでいいね。鉱石集めが、行くと見せかけ、行かないと見せかけていく。情緒不安定。むさぼりデーモン、これは最適を練習するのにちょうどいいのでは。っていうか火力700、そんなに効く R2 をぜひ試したい。わお、やばいねこれ R2。 あーでもやっぱ最適あるな。うまく当たってないとダメージ出てない。こんな感じ、いいね。光柱節約、まあ結局ね、光柱で火力を上げるか、ステータスで火力を上げるか、悩ましいところではありますが、使わなくてもいい敵には使わないっていうのも選択肢で。これね、盾を構えながらしっかりと相手を倒す。ちょっと火力不足よ、やばいやばいっす。これ一気にいく、一気にバスンバスン倒したな。で回復して落ち着いて毒ゴケを使うと。おっと、ちょっと一つが弱いんじゃないか。今のも最適じゃなかった。ここはくるんくるん飛ぶわけじゃないんだな。まあ倒したけど、今更説明はいらないと思いますが、ここでボス部屋の毒がなくなると。一つが、あ、一つ弱いっす。え、いやいい感じの距離感だよな。一つ弱いなこれ。だったらこうくるんくるんと、あ R2 強し、 R2 だな。はい、絶対 R2 だわ。ここなんだっけなっていうね、
毒なの忘れてました。ファロスかな、ファイト。例えばここの下の足場を使って三田線に行きたいっていう時ね、この毒壺が邪魔です。ならば壊してしまえ。で毒になるでしょ。こういう時なんですよ。あ、これも壊しとく。で壊したらかがり火にかがります。するとこの壺は壊れたまんまなんで安全に足場に降りることができるっていう感じなんですよ。ちょっと小技っていうか、これさ、黒騎士の不装だったら倒していけるんだよな。ミダは緑化草だけ食べていきます。炎と一つが弱点。まずはダッシュ R1 を決める。やばい、危なー。避ければチャンス。あれ、 R1 でいいっていうことに気がついたかもしれない。最適、はい。ここ R2 でしょう。おー、いいね。これね、普通に勝てる。え、ひるんだの。じゃあ終わりだよ。一緒にくるくる。なんだ、普通に強いじゃないか、 R1 で。まあね、むさぼりデーモンに効く武器っていうのはだいたいミダにも効くからね。カウンターは120か。で炎属性ダメージが145、結構上がってるね。強化したからかな。で僕はなんでいつもこのエレベーターでカウンター力を確かめるのだろう。謎。多分苦手な溶鉄城。技量が40で一旦上がりづらくなりましたね。じゃあ進行上げて炎火力を上げていこうか。あんまり上がんない。筋肉は、筋力もあんま上がんないか。ここは、でも次溶鉄城だしな。悩ましい。でも炎火力上げとく。いや、溶鉄城だ。一旦筋力上げよう。いったね。これね、本当はこうやって一つが強い予定だったんだよ。弱い。ちょっとこれはやりづらいな。しかも別に早いわけじゃないし。来たな、シャロン。だがあえて一旦無視してシャロンのね、ファンをやる。っていうか R2 強し。これで倒せるか。弱い。なんだこの弱さは。弱すぎじゃないか。あ、アロヘン来た。来ると思ってた。撃つと思ってた。はい、しっかりと処理。 R2 なんだよな。ってことはこの辺でこううまく当てて、ほらこううまくヒュンヒュン。うまくいかない。そう、人生うまくいかないっす。はい。であと一発ぐらいかな。上がってきたところに R2。 これ最適じゃないな、おそらく。はい、 OK。 あいつはさ、今なんですれ違ったんだ。気づいてないの。気づいてないのか。あ、はい。R1 強いじゃん。一つじゃない。普通に R1 の方がいい。もしくは R2。草重要だからな。足しとくか、変えるだけ。チェス。今回ね、溶鉄デーモンは、一旦飛ばす。一旦ね。よっ。ロックが解除できない。なんだこれは。なにこれ。なんだ今のは。ロックが解除できなかった。ああ、うっそ、なんだそのコンビネーションは。やられたね。おいおい、デニスが来る。はい、早く落ちて。デニスが来る。早っ。うわ、なんだこれは。だがしかし、デニスさ、ここ来れないんじゃないって。おな、うわー、そうきたか。上ね。今回は上をサクサクと行きたいと思う。ミスらないように次のかがり火に行かないと。道中長いん。ちょっと焦った。危ねえ。ちょっとカメさんスルーしたんで、これ進むしかないっすね。さあ来い。ほいで倒す。よし、後ろ来てる。後ろ来てる。前が炎。はよはよ。よし、乗り切った。デニス、あいつ途中から来れないと思ったけど、まだ侵入してたんだな。どっか落ちればいいなって思ってたけど。いや、まあ作戦はある。ボス部屋に入って、かがり火に戻れば OK。初回のボーナス逃しちゃうな、でも。死に戻りの方がいい、かもしんないね。いや、鉄の甲に遅れは取らない。ただ準備だけはね、しっかりしていきましょう。炎属性が、通じないんで。
物理火力分だけで頑張っていきたいとバッサー思う。久しぶりですねこの登場。2発目来ない、行きましょう。お、500当たればいいんじゃない。3発当たって、はい、3発当たって1000いくら、ほら500、もう1発いい感じ。高王の怒り、あんー、よいしょ。2発目は来ない。はいはい、ちょっと近づいてるから最適がどうだ。とりあえず、はい、今、あ、264、やっぱ最適。これ一旦こっちに行きますか。最適じゃないと半分くらいになってんのか、だいぶ減るよね。はい、これはこっちね。チャンス R2、 もう一発、おら、うん、やはり炎属性が入らない分かなり厳しめです。まあ、ただ最適で当てれば500出てるんで、2、3発当てると1000とか1500、まあ、悪くはない悪くはないけど、ちょっと苦手かな。苦手なボスに500効けばいいよね。ということで、こっから進行上げて炎補正を上げていきたいと思う。しかし3しか上がらない火力が。だが上げよう。デニス来たか。ここで迎え入れる。ほら、あー効かねー、これやばいっす。ここでしょ、全然ダメっす。これ撃った時にダメだ。狭いけどかがり火線行こうかなと。お、やばい、これ引っかかってる。あれ、ここ行けないっけ、マジで最悪。ここ行けないっけ。今知った、こうぐるっと回ってこっちから行けないみたい。なるほど、だったら無視だ。よし、いい感じに透かしてからのスタブ、これがやりたかった。倒せるね。デニス、はい、この微妙な段差を使って、よっと、ここ段差を使って、よーし、かなりの苦戦っていうか、めっちゃ押された。ボッコボコ、両鉄でも一旦飛ばしてゲルムの大盾取ってきたんだけど、筋力32でステータスが普通に足りなかった。まあいいでしょう、戦い方は一つじゃないんでね。この毒投げナイフ装備していきましょう。まずは R2、 あ、468十分じゃない、これぐらい出ればエンチャント。ここで毒投げナイフを投げる。4発、よっと、で毒にしまして、はい、ここで R1、 あー別に普通にいい感じだな。気は見極めて来ない、ダッシュ R1、 よし、いて、2発目、3発、見えなかった。2発目、バーン、ダッシュ R1、 いいじゃんこれ、いいね。はい、雫石でしっかりここ回復しましょう。で1発入れて、もう1発、これ普通にダメージいいぞ。はい、スキー、はい、慌てず1発ずつしっかりと、はい、R2、 いいじゃん、なんか思ってたより効いたな。もっと全然ダメージ入んないかと思ってたけど、まあ500近く出れば全然いいでしょう、優秀じゃん。じゃあ光柱が効いてる間に刃の指輪プラ1、すぐアップデートね。確かプラス15の火力、いらないのはポイポイ。両鉄デーモンのソウルは光柱にしましょう。2つしか買えないか、いや、いっぱいソウルあるから砕こう。で買い占めると、今ステータスがね、筋力を3上げると2火力のプラスで、技量もまあ2で、威力でも炎の補正上がるんで上げると2で、進行も2、全部2ずつなんですよね。これどこ上げよう、炎属性を上げたいんだけど、まあここはまず筋力かなと思うわけですよ。4王ラスト忘却のロー、最後にここ来んの久々じゃない。炎属性をまとっている、つまりバーン、
これ注意していかないとね。結構ダメージ食らう。あれはコンってやるだけでいい。別に爆発しなくても大丈夫です。こう、あ、犬がまずい。犬にね、樽壊されるんで、まず処理で、樽のこの動かし方はダッシュダッシュでこう追っつけて、でバーン、こんな感じですよ。炎属性なら爆発する。っていうか圧が強い攻撃だと多分爆発するね。マックダフさん今回特に用はない。黄金松屋にもいらない、使えないしね。はい、うつろな衛兵も苦手なんじゃないかなと思っていますが、果たしてどうでしょうね。空中で行きましょう。最適ね。はいはい、まあ結構いい感じです。はい、うん、これさ、ちょっとダメージ見えないけど、600600効いてれば OKOK。 はい、400600、最適を当てられればいい感じのダメージ。スタミナがガードガードね。うん、何もできず、ここで仕留める。 OK。 はい、上で仕留めたってことは早いよ。まあ十分強化してるしね。いいじゃん、697。はい、ダッシュ R1OK。 まあ一番最後に来て十分強化してるし、ステータスもね上がってるし、仕上がってるんでね。あ、ガントレット取ってないな。行ってくるか。うつろの影森さんのクレイトンからのジェルドラ仲良し2人組。これうん、どっちにもダメージが与える。フェイト行こう。いい武器使ってますね、竜立ちの三日月斧。それいいよな。っていうかクレイトン倒しても竜立ちの三日月斧もらえないんですよね。ドロップすればいいのに。刻印のガントレットね。なんか雲来てる。はい、虫にはよく炎が通る。あれ、でも今の雲なんで寄ってきたんだ。普通逃げるんだけどな。じゃあ早速ガントレット装備しまして、気がついたのはドスンになってる。マジか。ズボンを脱げばいけるね。大輪のカイトシールドね。バーフボーフ。ここキスシーンだから、チュッ、あ、うまくいかない。あ、うまくいった。罪人ちゃん行きましょう。罪人はこんな感じで縦地区行こうかなと思って。はい、先方はいい、先方はいいがダメージがしょぼい。200いくらしか出てないんだよな。はい、244。どうしよう。先方はいい、先方はいい、先方はいいんだけどダメージ少ないっすね。はい、ちょっと待って、これちょっと待ってね。はい、これあの両手いいっすかね。はい、両手、ほら711、両手ですわ。はい、ほら決定、両手です。やっぱりダメか、縦地区ダメか。この縦を構えて、そしてちょっと、はい、終わりです。あ、あと一発、これはR2でしょう。ほい、縦を構えて、で月が出る。これがいいんじゃないかなって思ったんだけど、ダメージ少ないっすね、ザイン先輩の戦法っていうか。で、あわよくばあの獅子指輪つけてカウンターを狙えるかなって思ったんだけど、でも遅いしね。まあちょっとやりづらいかな。つまりさ、最適を当てるのが難しい、そう言ってる。さてメレンティア、一言言いたい。光柱をくれ。3万6000か、高いな。すまないと思うなら安くしてくれ。クロムウェルのところで手に入れたかがり火の探求者、これをくべます。そして熱2の竜騎兵、鹿が1匹、鹿が2匹、鹿が3匹、鹿が4匹、鹿が5匹、鹿が6匹、鹿が7匹、ここ、はい、熱が2だろうと3だろうと竜騎兵は落ちる。でソウルが27000ぐらいですね。
しまった、ドンギンつけてなかった。まあいいか。で、今あるソウルを全部砕こうかなと思います。王城の竜騎兵、まあやりづらいと思う。で、鏡の騎士、リーチが長くてそこがデメリットでやりづらいと思う。で、アマナ、炎の属性攻撃力が弱まる、やりづらいと思う。ということで、この先しっかりとステータス整えていこうかなと思って、なんかね、苦戦するような気がしてる。よし、これで全部。巨人たちのソウル、これはソウルが入りませんので使いません。146,471、これでレベルアップをしていきます。まず持久ね。そして適応力を12まで上げる。筋力にしようか。本当は属性上げたいけど、もうちょっとしてからだ。竜立ちの三日月斧が、しかし今回はいらない。あれはいい武器だが、黒騎士の不走を信じてる。雨だもんな、火力が弱まる。ミドターン、黒騎士の不走が、あ、力が抜けるって言ってる。んだが、だがこのリーチを生かす。はい、これ届くか。オッケー。ヘイザイン先輩。うわ、最適が。それな、これでしょ。やりづらいんだよな。よくこれで戦ってこれたな。よし、最適なら倒せる。最適チャレンジ。オッケー、お前もやっちまおう。凍った花、英雄ソウル、光るくさびしは次の不死人にあげよう。王城竜騎兵行こう。まずは初撃、まあ壊してもらって、最適、来い、ほら、これ、行く、行く、はい、OK。そして、なぜか、なぜかガードしてた竜騎兵赤さん。なんでガードした？すごく助かったんですけど。そしてもうこれ終わったでしょう。はい、最適を当てていく。ぐるぐる回りながら。はい、一発ずつ、確実に、これでいい。はい。430。なんか立ち回りおかしくない？竜騎兵さん。700。やっぱ超最適がある。歯を当てる。歯少し離れるか。縦か、縦ね。よっ、あ、うっそ、当たった。この歯を当てる。え、ちょっとそれいかんよ。で、このピンチな時に、あ、これ物理 100% じゃないや。だったらこうだ。はい、 R2。 ちょっと最後微妙な動きだったな。華麗なバックステップを決めてたぞ。まあともあれ勝ったからいいか。油断大敵。ガーゴイルってこうやって倒せばいいんだな。なるほどね。 R2 なら倒せそうだけどね。おっ、ていうかむしろ強かった剣について。あ、これちょっと最適じゃないけど倒した。おっと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 、やばいっす。鏡の騎士にご挨拶ですか。さすがに集団だと勝てないな。鏡の騎士、いや、鏡行きましょう。はい、ちょっと未だに雷鳴家についていって、よし、2発。未だにこの距離感が難しい。はい、最適614。まあまあいいんじゃない、これぐらい効けばいいでしょう。はい、で R2 は封印したい。ここ一発雷鳴家についていける。いや、ここ R2 どうだ、いいね。鏡の騎士が黄昏れてるんで、その間に、おっと、よく今のついてきたな。敵ながらやるじゃん。はい、一発、これはまずいっす。いや、当たった。だがしかし R2、 はい、黄昏れると。その黄昏れがあるところが、よっと、逆にチャンスもらった。 R2 召喚前に倒した。これは早いのではまあなんかやりづらかったし、優位性を感じることはなかったんだけど、まあちょっと心配しすぎたかな。アマニャ、いや、気を引き締めていかないと。水辺だけど一発ね。どこまで来んねん。で、古竜院が3発きついぞこれ。 R2 なら R2 か。ただミスった時は一気に持っていかれるなこれ。距離感を見て、ほらほらほら、
危ない危ない。かわしてからの R2。 さ、こっからよな。あれ、あ、そっか、最適か。やはりやりづらい。あとは焦らず歩き回避です。はい、歩き回避、歩き回避ね。そしてしっかりと仕留める。うーん、最適じゃないのか。そうだよね、本来は一発。最近呼んでないし、呼ぼう。来い、シュミテクト。歯も敵もアマナも綺麗に頼んだぞ、頼んだぞ。ちょっとどこいるか分かんない。頼んだぞ。どこにいる、何やってる、シュミテ、シュミト、何クルクルしてんの。行くぞ。暗い王女で取った闇の矢。うわー、水辺だからかなかなか厳しい。届くだろうか。あー、届くけど弱い弱い。そして2体来た。こっちから来たか。まず一撃与えてかわし、おーっとっとっと、かわしいのシュミット、シュミット。よし、あとは落ちないように近づいてデリート、デリート。まあ攻略がスムーズじゃなく難しい時は呼べばいいと思うんだ。奇妙な金泥を追い詰める。これもう金泥最悪でしょう。フェリシア、ちょっとそこのアイテム欲しいんですけど。フェリシア、これもしかして落とせる。あ、変なことすると自分が落ちそう。あ、白はやっぱ落とせないんだ、進めない。っていうかちょっとずれて自分が落ちそう。歌うデーモン、行きましょう。ダッシュアルマンはまあ届かないよね。うん、で顔を開けた瞬間、これが危ない気がするんだよな。1、2、3、4発目来るか。4、ここでしょう。 R2、 お、最適が当たれば651出てる。顔開けてここを行かない、抱きしめる。これはチャンス。 R2、 そしてもう一発入れたい。よし、 R1 でも最適いい感じのダメージ出てるね。あ、うまいうまい。はい、 R2、 そしてもう一発がすかすが、まあ我慢ですね、焦らず。2、3発目来る、来ない。 R1 でいいならこうでしょう。最適を当てるのが難しいっす。お、バー、それあんまりやってこないけど珍しいよね。我慢して、顔を開けてもいかない、しっかりと避ける。1、2、ここアンチね。3発が来ない。 R1、 もう一発、うーん、危ない。ジャンプはこれ一旦ローリングも挟んで、そしてダッシュ R1。 ちょっとダッシュ R1 じゃなかったな。ダッシュ R1 はこれなんですよ。我慢の歌うデーモンでしたね。まあね、我慢、お、クリティカル。我慢の野球、我慢のゴルフ、我慢のバスケット、我慢の歌うデーモン。そう、我慢も一つの作戦。苦しい時ほどね、耐える。それが勝利への道な時もある。でも攻めたかった。不死病のかがり火つけると、奴が来るんでね、無視していこう。めっちゃ亡者見てるけど、来ないんだ。ストップ。あ、エリンギ買おうかな。アガドランさんが、エリザベスの悲劇。悲劇じゃないや、飛躍ね。を売ってるんですよ。HP を一定時間大きく回復し続ける。エリザベスの悲劇ってなんだ。俺使いながらね、悲劇を使いながら、ゴリ押していきたいような気もする。やべ。こっからのステータス、どうしようかな。王女の、竜騎兵、あいつは炎に弱いんですけど、痛い、死ぬ。マジか。3000年ぶりぐらいに死んだんだけど、嘘です。僕、400歳代でした。炎属性弱点のボスがいないんだよね。だから、属性攻撃を上げるかどうか、基本物理上げた方が有利だよな。え、この亡者を一発で仕留められない。最適重要。思い知らされる。人間になる。そんな歌はない。フェルスタト戦、行きましょう。一発一発を大事にね。
ここ一発666。これはいいダメージだな。はい、普通にいいんだけど、普通にいいっす。これは一発か二発を確実に与えていけばいい。はあ、吹っ飛ぶ。ベルスタッド許さんぞ。別にこれでもいいんだ。はいはいはい、あ、こっちの方がいいっす。こっちの方がいいし、歩き回避の、はいはい、これ第2段階でしょう。両手持ち、はい、最適 R2。 いいダメージが入っている。これは押し切れるか。はい、さすがに無理だったか。ほい、これが格の違いだ、ベルスタットよ。普通に戦ってもよし、パリーしてもよし、よしよし、強いぞ。そりゃそうだよ、681の火力で炎のダメージっていうか、炎属性が弱点じゃないボスばかりだとしても別に耐性があるわけじゃないからね。なあミドタン、さっき手に入れた王の指輪、これなんですけど、よく見てください。ここ火力上がってるでしょ、プラス5。王の指輪って炎属性の火力を5なんですけど上げてくれるんですよ。ちょっと火力アップということで、アンデールの館、今から竜を倒しに行くべ。テキストには書いてないんですけどね、隠れ効果ですね。まあ守り竜には炎が効かないんで緑化の指輪に戻しますが、甲虫だけはね必ず。価値分かってるよね。守り竜行きましょう。果たして効くのか効かないのか。いや全然いい、600全然いいと思う。まあ速攻では倒せませんが、まあ一発一発ね確実にいきたいと思います。ブレス、うまし、 R2 最適いけ、いいでしょう。いいダメージ出てる、これは全然思ったより効いてますね。はい、足踏み誘発できない。これはまたブレスですね。ブォー、待つしかないか。いつまでも待つわ。いや、いつまでもは待たない。そんなに悠長なことはできない。現代人は時間がないのだ。さあ降りてこい。 R2 を決めて終わらせよう。さっ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 、ここ終わり。全然思ったより普通に効きました。属性攻撃は145プラス37、割と高めだけど、まあ物理の分もね高いんで、そっちのダメージが出てるんだと思われる。ここの景色めっちゃいいよな。でこの辺でさ、限定のアイスとか、あの高速みたいに、例えばあのなんとかかんとかいちごみたいなアイス、ソフトクリームあったら買っちゃうよね。600円とか700円でも。景色を見ながらの食べ物ってうまいんだよ。ま、美味しいねっていう友達がいないんだけど。竜を見ながらの食べ物って何が美味しいんだろうね。まあ何食べてても、あの取られそうだよね。カラスとかさ、なんかアイスとかパンとか食べてると隙あらば取っていくでしょ、スパッとスシャッと。お、アンディール君に不死病で会ってないから出てこない。スムーズ、灰の霧の核誤差、無駄に尻尾に上がれるんだよね、こんな感じで。でもう一段、確かもう一段こうすれば上がれたと思ったけど、ほらここが限界かな。ミドタンの羽で戻ってと。3匹竜ね、相手も盾を構えている。こういう時どうする、チクチク46。あ、でもまあでもまあいいんじゃない、地道に押していくか。なんか後ずさってるな。これはどういう感じだ、スタミナ回復させて、なんか後ずさってたな。ちょっとやりづらさを感じてたのかな。ウィアードもウィアード。再びミドタンの羽で帰ろう。じゃあ竜の指輪をアップデートしまして、さあ炎が降り注ぎ終わったら行きましょう。巨人の王、これねやらかしそうなんで今回石竜は使ってません。 R2、 この R2 打った直後とかね、やらかして踏まれる未来が見えたりしてた。なので普通に来てますが、いいじゃないですか。はい、いいね。まあ焦らずじっくりと行けばよろしいかと。これ足両方当たんねえのかな、当たってるような気もする。
ような気もする。ダメージがでかいような気がする。なんとなくなような気で勝った。技量が50になって上がんなくなりましたね。1しか5上げて1しか上がんない火力が。で筋力は筋力ちょい上がるね。じゃあ進行は、おお、この辺りから筋力40、技量50、この辺りから進行履力を上げていきたい感じになるのかな。まあちょっとの差だけどね。あ、ミドタン、いや、シャナロット、何悩んでんの？ちょっとお酒でも飲んだら？お酒飲むとね、あの時ちょっとお酒入ってたからっていう言い訳になるから。ただ顔が肝臓みたいな感じになってはいけませんよ。それは肝臓が強い人だけの特権。感謝、守護者、行きましょう。こうね、一列に並べて振らして、はいはい。え、ちょっとちょっとダメージいいんだけど、どういうことこれ。これダメージいいよ。はい、すかし、オッケー。エリンギが効いてるうちにやろう。すかす、あ、やばい、そりゃさすがにやばい。一旦退避ね。ほっ、これ行きたいな。これは月ですね。でここで1、来ない、ここ R2、 よし、オッケー、いい感じ、やるぞこれは。はい、しっかりとしっかりと見て、1対1だ。はい、おっとちょっと危ない。これはここだ、 R2、 よし、オッケー。ちょっと危なかったな。いや、火力あったせいで火力あったおかげで助かった。よし、甲虫かけ直し、草行きましょう。雫石も砕く。パリーン、完璧ですけど、何ですかこれ。はい、ちょっと一発すかしたけど、ジュナシャンドラのおけつを見つつ呪い玉を消す。でビーム誘発ですね。近寄ってくる。あれ、呪い玉してない。え、そんなことってある。733、まあいいでしょう。ほい、え、呪い玉してない。この方は呪い玉してませんけど、超強いんですけど。もう一回確認、そんなことある。そんなことある、初めてなんですけど。 R2、 よし、まあ今やんのかな。やらない、マジか。はい、多分最適で733かな。よし、これで地道に押していこう。バーン、そしてダッシュ R1、 デンデンデン。ちょっと隙が大きいな、あっぶな。確実に行こう、確実にビーム誘発。ここ一旦回復してと、一発ずつね。これビーム誘発行こう、このぐらいでいい。ちょっと呪い玉ないんだけど、マジか。今これだよね、え、今だよな。消すでしょ、何だったんださっきのは。ほい、あ、呪われてる。ほい、ちょっとなんか微妙な戦い方だけどね。特にこれということはない。アルトゥ、終わりだ。なんだろう、思ってたのと全然違った。むしろやりやすい、後半やりやすかったな。すっごい不安だった。これきっと苦戦するなって思ってたけど、意外とここまでスルスル来れたな。ラスト、アーバなんですけど、弱点が炎と一つになっております。671じゃなくて670か。なのでこの黒騎士の不走が吠えるんじゃないかなと思いまして。はい、うん、多分最適当てればいい感じだと思う。チャンス、これはケツに回って R2、 いいね、いいんじゃない。ただ両手だと普通にあの炎属性しかいってないんで、これ一つ試したいよね。パリーン、ということで片手にしまして、縦ガードまず避けて256、
やっぱりダメだやっぱりこれだ。291、多分最適で当てれば696、これですね。やべ、ほい、最適で当てるのを目指していこう。でアーバの攻撃むちゃくちゃ当たるんですよ。避けづらい。はい、 R2、 いや R2 最強。そして一つ言いたいことがある。壊れそうなので直します。なんかあの一つとかさ、そういうのだと壊れやすいっていうの分かる気もするんだけど、不装ですらこんなに壊れるか。よし、直せるとき直しとこう。はい、291、最適を目指せ、チャンス。 R2、 課金とかなるなよ。壁際は怖いんだよな。さあこれは、はい、いやここまで来てこの猛攻で回復はちゃんと見ながら攻撃した方がむしろ良い。 R2、 終わりだ。怖いね、あのにゃんこの手、あ、トラか、あれが当たる当たる本当に。だから装備脱いでました。っていうかやっぱり最後まで一つは微妙だったな。はい、最終的なステータスはこんな感じでした。攻撃力698、いい火力になりました。ということでお疲れ様でした。黒騎士の不走、最大パフォーマンスを出すには最適ヒットを当てなければならず、プレイスキルは必要になります。歯と柄の部分の火力の差はかなりあるので最適ヒットを出せるかが肝心です。まあ振り返ってみるとなんだかんだいい攻撃できたので、苦手なところもありますがいい武器だと思います。無印や3であるデーモン特攻があるかは分かりませんが、炎耐性ある溶鉄デーモンや鉄の甲も十分戦える、大丈夫です。お疲れ様でした。黒騎士の不走、遠い遠い過去、今は名も伝わらぬ光の王に仕えた騎士たちの不走、その身を火に焼かれ灰と化した後も彼らはなお強大な力を持ち、巡礼たちの試練となった。